マルクス・トゥッリウス・キケロは、共和制ローマ末期の政治家、弁護士、文筆家、哲学者である。名前は、キケロとも表記される。カテリーナの陰謀から国家を救うなど活躍し、入ることを熱望していたオプティマテスよりの論人を、張って、ガイウス・ユリウス・カエサルや、オクタウィアムスらを食い止めようと試みたが叶わなかった。哲学者としては、 ラテン語でギリシア哲学を紹介し、プラトンの教えに従う会議主義的な新アカデ名学派から出発しつつ、アリストテレスの教えに従う小アカデ名学派の弁論術、修辞学を評価して、自身が最も真実に近いと考える論証や学説を述べ、その著作、義務については、 ラテン語の教科書として採用され広まり、ルネサンス期にはペトラルカに称賛され、エラスムス、モンテスキュー、カントなどに多大な影響を与えた。また、アリストテレスのトピックスに関して、構想論、弁論化についてトピカの参照を表し、後のボエティウスによるその概念の確立に大きく貢献している。キケロの名前に由来するイタリア語のチチェローネという言葉は、 案内人を意味するが、ギリシア哲学の西洋世界への案内人として、果たした多大な影響をよく物語っている。キケロは祖先に、賢職者を持たない、ノースホモとしては、異例の出世を遂げた。アルピヌムの出身で、トゥッリウス氏族の祖先は、アルピヌムの王の一人であるという。アルピヌムは、紀元前303年に投票権なき市民権を得ており、 紀元前188年に完全なローマ市民権を付与された。キケロの生まれた頃には、マリウス氏族、グラテディウス氏族、そしてトゥデリウス氏族がこの町で最も有力な氏族となっており、キケロの父の代からエクイテスの地位を得ていた。キケロの祖父は、紀元前115年にマルクス・アエミリウス・スカウルスに称賛されたことがあり、キケロが10歳の頃、 家族と共に、ローマへ移り住んだ後、おそらくそのつてもあって、ルキウス・リキニウス・クラッスス、マルクス・アントニウス・オラトル、スカエオラ・アウグル、スカエオラ・ポンティフェクスといった、東大一の雄弁家の従者として学ぶことができた。キケロというコグのーは、ヒヨコ豆から来ているが、これは、彼の祖先の花に、イボがあったからだという。キケロは、若い頃に、友人から、 無名の加盟を避けた方が良いとアドバイスを受けたが、私自身の手で、キケロ家を、スキピオ家やカトゥルス家より有名にしてみせると語ったという。キケロは幼い頃から負けず嫌いで、文筆活動や哲学は余興に過ぎず、政治に関わることこそが美徳であり、政治家として名を挙げることこそが本望であった。十七歳となったキケロは、紀元前十九年の失政官。 グナエウス・ポンペイウス・ストラボの下で軍務に着き、翌紀元前88年には、ルキウス・コルメリウス・スラの下で従軍した。ポンペイウスの配下であったとき、全く兵士に向いていないので陣地で、留守番をさせられていたという。軍務を終えるとすぐに、弁論の勉強を再開した。この頃、ポプラレスの英雄ガイウス・マリウスと組んでいた、五民館。 プブリウススルピキュースルフスの弁説を徹底的に研究したと語っている。ポンツス王ミトリダテス6世によるギリシア信仰を受け、スーラがインペリウムを得て第一次ミトリダテス戦争を始めると、アテナイから亡命してきたアカデメイアの学長、新アカデメイア派のラリッサのフィロンから徹底的会議主義を学ぶ。他にもエピクロス派のパイドロスや、 ストア派のディオドとすらの影響を受け、弁論家ポセイドニオスも死の一人として名を挙げている。21歳の頃、クセノポンの火星論をラテン語に翻訳したと語っている。また、この間に弁論に関する理論をまとめた構想論を書き上げていた。構想論、キケロのレトリックに関する記述は7編残っているが、構想論はその最初の著作でもあり、 キケロにとっての初めての著作でもある。キケロはレトリックを5つの部門に分けて考えており、これはその第一部門を取り扱う。キケロは弁論術をまず定義しているが、アリストテレスの影響が強く見受けられる。また弁論の取り扱う題材についても、アリストテレスの定義に従って限定的な題材とし、それを儀式弁論、議会弁論、 法廷弁論の三種に分類した。そしてレトリックの五つの段階を発見、配置、集字、暗記、実演とし、この著作では、その最初の構想段階を取り扱ったところで、中断しており、そのため、構想論と呼称されている。構想を立てることと題材を発見することは密接に関わっているため、発見、構想論とも訳される。この芸術に、 誰よりも多くの支えと彩りを提供してくれたアリストテレスによれば、弁論家の義務は以下の主題に精通することであるという。感情表現、審議、そして裁判の三種である。キケロ、構想論1.5期元前81年、25歳で弁護士としての活動を始めたが、彼の死であったアルキウス・クラッススは20歳、後に、 ライバルとなるクイントゥス・ホルテンシウス・ホルタルスは19歳でデビューしておりあまり早いデビューとは言えなかった。私は初めて私的なそして公的な訴訟に関わることにした。それによって何かを得るためでなく今までやってきたものを試すために。プブリウス・クインクティウス弁護彼のデビュー戦は原告のプブリウス・クインクティウス側に立っての戦友をめぐる民事訴訟であった。 被告のセクストゥス・ナヨウィウスは、ケンソル経験者でもあったルキウス・マルキウス・ピリップスを、後ろ盾にし、代理人として有弁家のホルタルスが立ち、さらに事前審理では、スッラの息のかかったプラエトル・ルバヌスの、グナエウス・コルネリウス・ドラベッダがナヨウィウスよりの、仮判決を下していた。しかしキケロはこれらの権威に果敢に立ち向かっていった。この国において、 最も影響力のある二つのこと、すなわち、最大の注目と最高の雄弁、この二つが、今まさに、我々の前に敵として立ちはだかっている。私は、それらに対して、簡単と恐れを禁じ得ない。ホルテンシウスの雄弁さが、私をいささかひるませているのは確かだ。キケロ、プブリウス・クインクティウス弁護一、アメリアのロスキウス弁護この訴訟で名を知られるように、 なったキケロは、ノビレスから刑事訴訟を依頼された。紀元前81年夏、アメリアの名士で、ローマ社会でも有力なカエキリウスメテルスケ、スキピオケ、セルイリウス氏族とも交友のあったセクステス・ロスキウスが殺害された。この容疑者として、翌紀元前80年に、同名の息子が訴追され、その弁護に当たったのである。 親殺しは当時としては極刑に処される大罪であり、元老院議員から選出された審判人の心証はすこぶる悪い。そこでキケロは魔犯人を作り出す作戦に出た。被害者は600万セステルティウズモの資産を所有していたが、それに目をつけた敵対的な親族が当時終身独裁官であったスーラの側近で解放奴隷のクリュソゴヌスに知らせ、 クリュソゴヌスが被害者をプロスクリプティオの名簿に入れることでその資産を安価に手に入れて親族に分け与え、さらに父親を殺されて、ローマへ逃れた若きロスキウスに、父殺しの罪を着せたのだと決めつけ、幾度もこれは、スルラとは、無関係に行われたと強調しつつ攻撃した。キケロが、雄弁家や指導者が身につけるべき教養、高い道徳性、 良い人間性といった意味でギリシア語から作り出し、好んで使った、フマニタスが初めて出てくるのは、この弁護においてである。さて、これはあくまで注意喚起のためであって、抽象とは受け取らないでほしいのだが、卒追人は、生まれの不幸から、父親の子供に対する愛情を知ることが、できなかったのではあるが、それでも、自然に備わった、人間性を少なからず持ち合わせており、 その上に努力して、学識をも身につけたわけだ。キケロ、アメリアのロスキウス弁護45から46キケロは、近年行われたプロスクリプティオによる、粛清の嵐を審判人に思い起こさせ、それが、多くの人々から不満に多数をも奪ってしまったと、訴えた。そして、この裁判で、無罪判決を出すことは、人間性を思い起こさせ、 引いては国家をも救うことになると主張した。被告のロスキウスは、真面目な青年で、ローマ社会の名士が後ろについていた。それに対して、訴追側は、そのおごりからそもそも弁護の引き受けてはいないと考え、雑な法廷戦略をとっており、キケロは、この裁判で無罪を勝ち取った。さらに彼は、囚人監視の中行われた裁判によって、 ローマの上流階級の信頼をも勝ち取ったのである。東方遊学キケロは、紀元前79年、資産家の娘テレンティアと結婚し、スッラによって市民権を剥奪されたと訴えられていたアレティウムの女性の弁護で勝利するなど、しばらく弁護士として活動したが、体を壊してしまい、2年間休養を取った。弟、 クイントゥスやティトゥス・ポンポニウス・アッティクスらと共に、ギリシアに留学し、アテナイで、ピロンの弟子やスカロンのアンティオコスに学んだ。また、ロドスや小アシアも回り、エピクロス派のツイロンにも学んだ。なお、ポンポニウスは、後に、アテナイに移住し、キケロと、幾度も、書簡を交わす修性の友である。アンティオコスは、ラリッサのフィロンらの会議主義を批判していたが、 キケロはあまり同意できなかったようである。紀元前78年にスッラは死去したが、キケロは遊学を続けた。この頃テレンティアとの間に娘、トゥリアが生まれている。プルタルコスはテレンティアをあれの強い女性と描写しており、結婚は金のためであったというが、キケロは良き家庭人ではあったようである。喜劇俳優、クイントゥス・ロスキウス・ベンロン紀元前77年。 キケロは再びローマへ戻ると弁護活動を再開した。しかし、上流階級を敵に回さないよう、卒追側には回らず弁護に終始した。紀元前76年には、喜劇役者、クイントゥス・ロスキウスの民事訴訟で弁護している。アルキメデスの墓を発見したキケロと行政官。 キケロザ・マジストレイツ・ディスカバリング・ザ・トゥーム・オブ・アーキメディーズ、アメリカ人が家ベンジャミン・ウエストによる1797年の、作30歳になると、紀元前75年のクワエストルに選出され、クルスス・ホノルムを登り始めた。彼のプロウィンキアは、シキリア属州リルバエウムで、シキリア担当プロプラエトル、セクストス・ペドカイウスの下で働いた。この時彼は、 シュクサ祭を訪れ、打ち捨てられていたアルキメデスの墓を発見している。紀元前70年、シキリア総督、ガイウス・ウェッレスによる教養教活罪を告発した。この時の弁論を過失修正したものは、ウェッレス弾劾演説としてまとめられ、現在では、その当時の俗州政治の内実を知るための貴重な資料となっている。背景、ウェッレスは、 紀元前74年のプライトルウルバムスで、翌紀元前73年から71年までの3年間、プロプライトルとして、仕切り屋を担当していた。俗集を担当したプロマギストラトゥスによる作種は、当時よく見られたことではあるが、ウェルレスのそれは旅を越えており、1年目は、自身の蓄財のため、2年目は裁判の弁護士費用のため、3年目は審判人買収のため、 と揶揄されたほどであった。そのため、シキリアの代表者が、元担当クワエストルであったキケロに告発代理人を頼んだのである。例えば、ウェルレスの統治した3年間で、シキリアのレオンティニでは、その作手に耐えかねて、工作者が84人から32人にまで減っている。こうした、ローマ人による作手に対しては、紀元前149年の5民間、 ルキウスカルプルニウスピソフルギが、強括された金銭の返却請求法を成立させており、そのためのプラエトルが主催する常設サモン書が設置されていた。これは、その当時は、ローマ市民権を持った者だけが請求できたのだが、紀元前122年の五民間ガイウスセンプロニウスグラックスによって、外国人が直接訴えることができるように改変され、 紀元前81年のコルネリウス法でもその権利は残された。返還請求はまず民事として行われ、そこで被告が罪を認めた場合は直ちに損害、賠償額の算定に移るが、否定した場合には控訴事実を争うことになる。紀元前70年の1月、キクロは、プラエトルのマニウス・アキリウス・グラブリオに訴訟を申請し、4000万。 セステルティウスを恐喝したとしてサモン書に被告の名が登録された。登場人物、カイキリウスとのディオイナティオ実はキケロが告発者に決まる前に一文弱あった。ウェンレスは自分の下でクワエストルを務めていたカイキリウスニゲルに強要恐喝罪であらかじめ告発させていた。キケロも同じ罪で告発したため、どちらがより告発者としてふさわしいか。 審判人による判定が必要だった。その時行われた、キケロの演説が、カエキリウスとのディオイナティオである。この演説では相手側弁護士のホルタルスが使って、来るであろう、ジレンマを実演してみせ、それに対応できない、カエキリウスの能力のなさを明らかにしつつ、自分なら、ホルタルスに対抗できることを見せつけることで、告発者として選ばれている。 仮に、あなたが彼から損害を受けていたとして、あなたは、彼のクワエストルであったのだから、彼を告発しておいて自分は無罪だと言えるだろうか。もしあなたが何ら損害を受けていないのなら、そもそも彼を告発する道理がない。キケロ、カエキリウスとのディ・ウィナティオ60ウェルレスの手口、ウェルレスが仕切り屋で集奪した、美術品の数々仕切り屋の属州民には、 十分の一税が課せられており、それにさらに6%の税金、付課税、徴収請負い人の取り分が上乗せされた。さらに、放牧税や、関税も徴収された。請負い人はケンソルによる、競争入札によって決定され、一般的には、資産のある、エクイテス階級が請負い、若干の経費を取ることは、暗黙のうちに認められており、 さらに納税者にその義務を果たさせるため、売で金を貸すこともできた。ウェルレスは、この徴税人と組んでいた。付加税だけでも3年間でおおよそ50万円 HS に、上ったという。仕切り屋で収穫される小麦は、収穫量の10%が、強制的にローマに買い上げられた。それに、さらに追加の10%がローマに買い上げられる、可能性があり、追加分には、 若干の価格上乗せがあった。 しかしウェルレスはこの買い上げ代金から初期手数料を差し引いた。追加分は指定の貯蔵庫へ届けることが指示されたが、納入する代わりに、地下の3から4倍の現金で支払うことも認められていた。ウェルレスはわざと遠方に納入するよう命令し、現金で支払わせることで差額を懐に入れていた。他にも様々な脅迫を行い金銭を要求していたようである。 これらの実態調査に対して、ウェルレスの公認であるルキウスカエキリーウスメテルルスの妨害が行われた。それにもかかわらず、キケロはかなり細かい数値や仕切り屋の住民の証言を断劾演説に載せて、ウェルレスを追求している。これらの内容は、ある試算によれば、それほど実態とは乖離していないものと思われるが、キケロの表現には、かなりの誇張が見られる。ただ、 それらの誇張や機弁を差し引いても、仕切り屋の受けた、非道な扱いや搾取については、間違いないものと考えられている。双方の指示者ウェルレスの弁護は知り合いであった、東大一の弁論家、ホルタルスが受け負った。ホルタルスは、翌前69年の執政官に当選した際、ウェルレスと抱き合って、おめでとう。 これで君は無罪だと語りかけたことが、キケロの友人によって目撃されている。また、ホルタルスの同僚執政官として当選した、カエキリウス・メテルス・クレティクスや、プラエトルとして当選したマルクス・カエキリウス・メテルスに対して、ウェルレスが資金提供をしていたようである。対するキケロには、グナエウス・ポンペエウスの支援があったと思われる。 彼はこの前70年の失政官であったが、まだ34歳であり、しかもプラエトル経験どころか、クワエストル経験すらなく、本来の立候補要件を満たしていなかった。それにもかかわらず、この年、スらラによって大幅に削減されていた、5民間権限の復活を約束し、民衆の支持と軍団による圧力によって、マルクスリキニュースクラッススと共に、 執政官に就任していた。このため、民衆に向かって、元老院の腐敗に立ち向かう姿勢をアピールする、必要があり、また、ウェルレス側についたカイキリウスメテルス家出身の母を、持つ、ルキウスリキニウスルクルスとの対立も影響していた。決着ウェルレス側は、ホルタルスとメテルスクレティクスが執政官を務める、翌前69年。 マルクス・メテルスが主催する、サモン書での決着を狙ったが、裁判は、全70年8月に行われた。8月5日から第一審理が始まり、原告側の主張や、証拠の開示、証人尋問や、弁護側との議論が行われた。裁判は少なくとも1日の休会を挟んで、第二審理で、最終弁論を行う。キケロの狙いは、ポンペイウスが主催する祝祭が、 開催される8月16日までに決着をつけることであった。彼は承認を次々と出廷させ、ウェルレスに不利な証言を積み上げ、早々に有罪確実の流れを作り上げてしまったため、ウェルレスは亡命せざるを得なかった。ちなみに、ローマでは有罪が確定すると、上場借料などの余地なく、法定刑がストレートに適用される。そのため、 極刑の場合には、亡命が黙認されてはいた。プルタルコスによると、ホルタルスはなすすべなく、損害賠償額算定の段階になって、やっと弁護したとしているが、おそらく第一審理でも弁護したはずである。ウェルレスの賠償額は300万 HS に、確定したとしており、キクロは、賠償額を少なく見積もるために賄賂を受け取った、疑いをかけられたとしているが、 キケロは、翌年のアエディリス就任時に再起訴しないことを、条件として、ウェルレスに、有罪判決を受け入れさせた可能性も考えられる。この勝利で、キケロは、当時名声を博していたホルタルスを地名に追いやる、ことになった。この後しばらくして、本来この裁判でする予定だった、断崖演説の内容を公表したが、ウェルレスが得意であることを強調し、 上流階級にも支持されるよう気を配っている。彼は、この演説で、過去の英雄と対比させるなど、幾度も不満にタスに欠けるとウェルレスを弾劾している。マルケンルスは、勝利したが、彼の人間性は、ローマに持ち去るよりも多くの美術品を、主落さえに残した。彼は、公共の場所には、戦利品を飾ったが、自分のためには何一つ持ち込まなかった。 彼は誰も手にかけず、主落際に、多くの優れたものを残したのだ。キケロ、ウェルレス断劾演説2.4、1211役、名声を挙げたキケロは、紀元前69年のアエディリス・プレブス、紀元前66年のプラエトルに選出される。どちらもトップ当選だった。プラエトルとしては、強活罪左紋書を担当した。このローマで、僕は、 ガイウス・マケルの裁判を担当したんだが、人々から今までにないほどの指示を得られた。信じられないほどだ。個人的には寛大な処置を考えていたんだが、彼一人に感謝されるよりも、はるかにお得だったよ。キケロ・アッティクスアテ書簡1.4この前年の紀元前67年、ポンペイウスに対して、地中海の海岸線から約 75km 以内を範囲とする。 プロコンスル大群でのインペリウム付与法案が通過したが、この前66年、対ミトリダテス戦争の指揮権にまで、その適用範囲を広げる法案が提出された。これには、ホルタルスラッシュ級派が弱々しい反対の声を上げたが、キケロはマニーリウス法についてもしくは、グナエウス・ポンペイウスのインペリウムについてという演説を行い、 過去のポエニ戦争などの例を挙げて賛成した。アシアで商売をしている人々の利益を考えてください。彼らの中には多額の投資をしている者も,もいるのです。こうした市民を不幸から守ることがあなたの人間性にかなうことなのです。キケロ、マニリウス法について18、カティリナを追求するキケロ。 チチェローネディナンシアカテリーナ、イタリア人がカチェーザレマッカリによる1888年の、昨紀元前63年に、失政官に就任した。失政官在任中に起きたルキウス・セルギウス・カティリナ一派による、国家転覆未遂事件において、マルクス・ポルキウス・カトラの助力を得て、首謀者を死刑とする英断を下し、元老院から、祖国の父の称号を得る。しかし、 カティリナ一派を死刑にするという、この決断は、ローマ市民は、市民による裁判を受けなければ、死刑に処されることはないというローマの法に反したもので、あったため、越権行為であるという批判がなされた。その結果、紀元前58年、五民間に就任したプブリウス・クロディウス・プルケルの、訴追によって、キケロは、ローマからの逃亡を余儀なくされる。翌年、 キケロ召喚決議が可決したため、キケロは、ローマに外戦帰国する。その後、グナイウス・ポンペイウス、ガイウス・ユリウス・カエサル、マルクス・リキニウス・クラッススによる、第1回3党政治に反対した。一方で、クロディウスがパトリキ出身でありながら、五民間に就任したことは違法であり、クロディウスが五民間時期に行った施策は無効である旨を、 表明したところ、カトはこれに激しく反発したため、カトとの仲が冷却化した。紀元前51年から49年までの間、正常不安に陥っている小アジアのキリキア総督を拝命し、同地で内乱の処理に当たった。紀元前49年から始まったカエサル派と、ポンペイウスらの元老因派による内戦では、当初中立を保ったが、カエサルが、 ヒスパニアで苦境に陥っていたことから、ポンペイウス側に身を投じた。元老院派は、日和見的な、キケロの対応を白眼視して、重要な任務を与えなかった。そのため、キケロは、愛想のない顔で歩き回っては、元老院派ジニエへの空気を冷やすような冗談を提供した。紀元前48年8月、元老院派が、ファルサルスの戦いで敗北すると、キケロは、 マルクステレンティウス・アロラと共に、元老院派を離脱した。その際、無責任で身勝手な対応に終始したため、カトの制止がなければ、キケロは、ショーポンペイウスに殺害されるところであった。後に、カエサルにより許されたが、イコは、政治から離れて、学問に専念し、アッティクスの協力も得て、数々の著作を世に送り出した。 紀元前46年4月に、ウティカでカトが自害したため、キケロは、カトの生き様を褒めたたえた、カトを発刊した。同時期に、カエサルも、ハンカトを発刊したが、共に現存していない。キケロは、他の元老院議員たちとは違い、独裁者に変貌していくカエサルや共和制ローマの、崩壊を目の当たりにして、不安を覚えていた。このことは、 アッティクス宛テ書監修などから読み取ることができる。古アが処刑された、キケロの頭で遊ぶ様を描いた、古アとキケロの陶器現前44年3月15日、カエサルが暗殺された。その時、キケロは、その事件に直接には関わらなかったものの、暗殺者たちを指示しており、その数日後にブルートゥースなどの暗殺者との会談を行っている。カエサル暗殺後に、 カエサルの後継者に座ろうとするマルクス・アントニウスに対抗するため、当時平民だったオクタウィアヌスを政界に召喚し、彼の人気を後ろ盾に、フィリッピカと題する数字にわたるアントニウス弾劾演説を行う。しかし、アントニウスとオクタウィアヌスの間に第2回三頭政治が成立したことにより、キケロは失脚してしまう。 キケロを亡き者にしたいというアントニウスの要求に、オクタウィアムスが屈するという形で、プロスクリプティオの名簿に、キケロを講示した。そのため、ブルトゥスラが勢力を持っていたマケドニア属州へと、向かったものの、紀元前43年12月7日、アントニウスの放った資格により暗殺された。この時、キケロの首だけでなく右手も切り取られて、フォルムロマヌムにさらされることとなった。 紀元前30年、アントニウスは、アクティウムの海戦に敗れて実施した。この時、キケロの息子マルクス・トゥッリウス・キケロミノルは、ローマの執政官であったが、アントニウスの一切の名誉を取り消し、アントニウス家の者は、今後、マルクスの名を使うことを禁ずることを可決した。1560年発刊の義務についてキケロは、カエサルと並ぶ、ラテン語三文の名手であり、 その完成者と言われる。彼の著作は多岐にわたり、演説や書簡でも知られている。彼の文学者としての評価及び、政治思想家としての評価は定まっており、今日でも注目を浴び続けている。しかし、政治家としてはいくつかの欠点があり、その政治行動と業績については、評価が分かれる。キケロは、カエサルとは異なり、共和制の範囲内で、 ローマ社会の改革を企てており、国家論、法律、義務についての中で、第一人者の指導により、元老院と平民との融和を図った。さらに、ローマ法についてもギリシア哲学をもとにして、今までの事例中心だったローマ法を体系的に再編成するなどの作業を通じ、共和制の中身を改革することを政治課題としていた。しかし、 それが皮肉にもアウグストゥスによる原種性の構想に引き継がれることとなった。キケロには多くの弁論や演説が現存する。その中でも反乱防議の度でカティリナを弾劾した元老院演説、カティリナ弾劾演説は有名である。その他国家論、法律、友情について、老年について、神々の本性について、予言についてなどがある。また、 家族、友人に送った書簡も数多い。その思想は、当時ローマで主流だったストア哲学に、ローマの伝統的価値観を取り込んだ折衷的なものとして知られる。例えば、義務についてでは、ストアの義務論を、賢人にのみ可能な善の実践としての義務と、一般人にも可能な日常好ましいことの実践としての義務の履行に、間骨だったりしている。 プルタルコスの対比列伝ではデモステネスと対比されており、キケロ自身もアントニウス断崖の演説にデモステネスのピリッポス二世を弾劾したものと同じフィリッピカと名付けた。その後のキケロの思想をめぐる歴史は、そのままヨーロッパの思想史を説明することにも、なるほど、後世のヨーロッパに影響を与えた。セペテルスブルグ大学教授ツリンスキーによると、 キリスト教中世紀、ルネサンス期、啓蒙主義期の三つの時期に分けられる。キケロは、もっぱら道徳哲学者として評価された。アウグスティヌスは、キリスト教父としてのキケロの一面を持つとされる。14世紀イタリア人文主義、とりわけ、フランチスコペトラルカが商用して以来その文体は、ラテン文学の基範とされ、14世紀、イタリアルネサンスは、 アッティクスアテ書館集に見られる作品と作者の内面のズレを発見したペトラルカをもって開始された。この時期のキケロはその人間性によって知られ、ペラトルカ、ダンテ、ボカッチオノルネサンス三大詩人を貫く、ルネサンス文芸の特質はすべてキケロに追うとされる。15世紀には、キケロの文体は、ラテン語文体の天般とされ、キケロの文体だけを模倣する、 人文学者は、キケロ主義者と呼ばれた。キケロ主義者と、キケロ以外にもラテン語の反を求めることを許す、学者との間で、再三論争が発生した。エラスムスは1528年、キケロ主義者を出版し、通列に、キケロ主義を批判したが、その後のヨーロッパでは、キケロ主義が勝利を収め、西洋の近代知識人に、大きな影響を与えた。キケロは、 フランス系模主義、さらには、フランス革命に至るまで、西欧における、知識人たちにおける、必読文献とされ、ニッコロ・マキャベリ、フーゴー・グローティウスやシャルルド、モンテスキュー、ボルテールの思想にも、大きな影響を与え、キケロをもって、共和主義、民主主義の象徴とする動きが連綿と続いた。キケロに対する関心は、19世紀以降低下を、はじめ、 大革命のシンボルとして、キケロを重視していたフランスに対抗する形で、特に多くの両方国家に分かれ、プロイセンを中心に王政を基礎とした、統一国家の成立を目指していた。当時のドイツにおいて、ニーブール、ヘーゲル等により、共和制の守護者たるキケロは批判され、キケロと対立した、カエサルの19世紀後半の熱烈な支持者であった。 モムゼンによって、その批判は頂点を迎える。イギリス、フランスに遅れて発展し始めたドイツにおいて、絶対的かつ本質的なギリシア文化に対して、キケロが体現する、ローマ文化はそのア流に過ぎず、評価に値しないものとされ、このような傾向について、エライザメアリアンバトラーは、ドイツにおける、ギリシアの暴虐、1933において示唆したため、 ナチスの禁書目録に指定された。モグゼンの影響は20世紀にまでも及び、この影響からキケロを救い出そうとしたのは古典学者のハインツであり、20世紀半ばからイギリス、フランス、アメリカ、ポーランド等でキケロに関する研究は地道に進められるようになり、20世紀におけるキケロの最大の評価者はハンナアーレントとホセ・オルテガイガセットであるとされる。 アズチモモヤマ時代、キリシタン版の一つとして、キケロの演説集が刊行された痕跡があり、セミナリオ等のラテン語教材として使われていたと推定される。また、キケロの神々の本性についてのストア派的自然神学が、バリニアーノやゴメスライエズス会イによって、日本人向けの神の存在証明として使われた。近代以降20世紀末までは、 林達夫がキケロを筆読書として挙げ、日本語訳が岩波文庫等でわずかに出ていた程度で、本格的な研究書は存在しなかった。1999年以降、岩波書店からキケロを先週全16巻が刊行され、岩波文庫等で新訳も出て、研究書も徐々に増えている。オペラオムニア、1566。ありがとうございます。